小野寺防衛大臣が、シンガポールで、これは、おとといですね、6月1日にアジア安全保障会議で、講演をなさいました。これはやはり日本に対するそのさまざまな誤解ですね、歴史認識についての、これについてもはっきりと日本の立場を示しとかなきゃいけないということも一つ趣旨にあったかと思います。その中でですね、小野寺大臣が先の大戦でアジア諸国の人々に多大な損害と苦痛を与えた歴代内閣の立場を引き継ぐものであるということを言及されたと聞いております。このですね、歴代内閣の立場を引き継ぐというのは、これは村山談話や河野談話を引き継ぐということも含むと認識してよろしいでしょうか。ご指摘のシャングリラ会合でありますが、これはアジア太平洋地域のほか、欧州の国防大臣等が参加して、地域の安全保障情勢やそれぞれの国防政策等について意見を行う国際会議ということであります。各国の国防当局の相互理解と信頼醸成を図る重要な機会であると思っております。ご指摘ありましたように、私はその会議におきまして、国益の防衛、紛争の予防というテーマでスピーチを行いました。ここで行いました内容というものは、今の委員がお話しされたように、官房長官をはじめ安倍内閣が累次にわたって答弁をしている内容、そのことについて紹介をさせていただいたことであります。辻元清美君。今問いましたのは、ちょっと改めて問いますが、これは、歴代の内閣の立場ということですから、村山談話や河野談話を踏襲しての、ご認識での発言ということでよろしいでしょうか。防衛大臣としての発言です。安倍内閣の歴史認識、私は内閣の一員でございますので、その認識としての立場ということで、官房長官から累次の場でお答えしておりますが、これまでの歴代内閣の立場を引き継ぐ考えということであります。はい、辻元清美君。これまでの歴代内閣の考えを引き継ぐということですが、官房長官に改めてこの場でお聞きしときます。村山談話は継承されているという理解でよろしいですね。その通りであります。はい、辻元清美君。河野官房長官談話は、引き継いでいるという認識で、よろしいですね。いつもこれを聞きますと、慰安婦の方の申参に同情するとかいろいろおっしゃるんですが、だいぶ問題になっておりますのでね、引き継ぐんであれば引き継ぐとはっきりおっしゃっていただきたいと思います。私たちは第一次安倍内閣で、この河野談話について閣議決定をいたしました。そこにはそのような趣旨を閣議決定の中に書いてますから、その閣議決定がすべてであります。辻元清美君。その閣議決定というのは、私が質問収書として提出したものに対する答弁書でよろしいですか。その通りであります。委員長。辻元清美君。これはですね、改めまして私が、これ私菅さんに助け舟出してるつもりなんですよ。本当にこれはっきりさせといた方がいいですよ。橋本さんのこととね、安倍さんごちゃごちゃになってるんです。後でちょっとそれ申し上げます。私先日ですね、外国人記者クラブでの記者会見もした後、多くの記者にですね、どう違うのか、同じじゃないのかっていうような質問を受けたわけですよ。ですから改めてということです。その閣議決定の内容というのは、2つあるかと思いますが、1つはまた私質問収書を出しました。そして今回ですね、そこに対して安倍内閣は引き継ぐのかと、河野官房長官談話をということに対して、前回私に答弁をした答弁書と同じ態度でございますという、ちょっと回りくどいですね、答弁をいただきまして、前回というのは平成19年3月16日の答弁書で、ここでは政府の基本的立場は、官房長官談話を継承しているという答弁書でございます。ですからもう一度確認いたします。今の安倍内閣は、河野官房長官談話を継承している、これでよろしいですね。先ほど申し上げた通りでありまして、やはり閣議決定というのは極めて重いですよね。これ第一次安倍内閣の閣議決定ですから、そこに現在の内閣も全てでありますし、これについてですね、前の閣議決定を否定するとか、そういうこと全く見直しをするとかですね、言ったことがありません。閣議決定が私は全てだ、現在の安倍内閣においても全てであります。
辻元清美君。ですから、河野官房長官を現内閣も引き継いでるということでよろしいですね。閣議決定の中にはそういう、先ほど委員から読み上げありましたけれども、そういうこともはっきりと入っています。辻元清美君。実はですね、先ほど、数日前の国連の委員会で、外務省がですね、これに対して、政府の立場の責任、説明をしております。勧告を受けましたので、そこでもですね、こういう私取り寄せまして、テープ起こしをしました。1995年の当時の村山総理大臣、2005年の小泉総理大臣がそれぞれ総理大臣としての談話というものを発表しておりまして、その中で慰安婦問題を含む核の問題について多くの国々、とりわけアジアの諸国の人々に対して多大な損害と苦痛を与えた、そういった歴史の事実を謙虚に受け止め、痛切な反省を心からのお詫びの気持ちを表明しているところであります。でですね、村山談話と小泉談話のことは表明しているわけですけれども、河野官房長官談話を継承するということ見当たらないんですね。外務省の政府参考人に聞きますが、この委員会での政府の説明には河野官房長官談話を引き継ぐとはっきり表明しましたか。アジアの助成基金でこういう支援をしているとか、そういう説明ではなく、核心はここなんですよ。引き継ぐかどうかを国際的にちゃんと表明するかどうかなんですが、いかがですか。この、国連拷問禁止委員会における日本政府に対する勧告に先立ちます政府報告の審査、際におけるですね、やり取り、そして日本の代表の方からの説明ぶりについては、概ね委員がおっしゃった通りでございます。そして日本のこの問題についての立場も今官房長官からご説明があった通りでございますので、私から繰り返します。官房長官談話に継承ということを表明したかどうかって聞いたんです。私が今手元にあるのではですね、日本政府からの説明はおおむね、ちょっと長くなりますので、申しますと、拷問禁止条約は我が国が同条約を締結した選挙、その部分だけだけです。はい、はい、慰安婦問題については条約の対象外であることと、あと今おっしゃったように村山談話や小泉談話について言及しつつ、お詫びの気持ち、うんぬんお詫びの気持ちを表明していることというふうになっております。はい、辻元清美君。私もどこを見てもですね、これは慰安婦問題について国連で問題されていることに対する政府の反論というかですね。で、何かですね、今の内閣は河野官房長官談話を継承するということを言うなとですね、徹底しているように、菅さんもなかなかそれを ご自身の言葉でおっしゃらないんですね。ですからね、海外から見たら一体どうなってるんだと思うわけです。で、なぜですね、これ、慰安婦問題を国連の場で問題にされているときに河野官房長官談話ってどこ見ても出てこないですよ。村山談話は出てくるけど、そこでですね、橋本大阪市長の発言が今問題になりました。橋本さんはですね、皆さんにお手元にお配りしているんですが、この、まず安倍総理がどんな答弁をしてきたか、先の第一次、これ、資料の1ページ目です。第一次内閣の時において質問収書に対して答弁書を出しています。これ私の質問収書に対して歴代の内閣と同じ趣旨の答弁をしたということです。これは安倍内閣として閣議決定したものですね。つまりそれは強制連行を示す証拠はなかったということです。これは、河野官房長官談話が成立した時から同じ認識を政府は示していらっしゃいます。でこの後です。つまり人さらいのように人の家に入って行ってさらってきて、いわば慰安婦にしてしまったということは、それを示すものはなかったということを明らかにしたわけであります。しかしそれまではそうだったと言われていたわけですよ。そうだったと言われていたもの、それを示す証拠はなかったということを安倍内閣においてこれは明らかにしたんですと言ってますね。でですね、実はですね、橋本大阪市長のこの間の発言もこれと同じような発言をされてて問題になってるわけです。ちょっと言いますと、証拠が出てくればですね、認めなきゃいけないけれども、今のところ2007年の閣議決定では、これは先ほど菅さんがおっしゃった、安倍総理がおっしゃってるのと、では、そういう証拠がないという状況になっていますとかですね、ただいまのところはね、
軍自体が、日本政府自体が暴行、脅迫をして拉致をしたという、女性を拉致したという、そういう事実は今のところ証拠で裏付けされていないので、そこはしっかり言っていかなきゃいけないと思います。これは安倍総理がですね、まあ、家に入って、強制的に連れてきたことはないと言ってるのと、ほぼ同趣旨にですね、これを橋本さんが5月13日に発言されてるんですが、海外ではですね、どうもこの安倍さんの発言と橋本さんの発言はえらい似通ってるな、どう違うんだろうというふうに取られてるということを、官房長官はご認識なさっておいた方がいいと思います。私、河野官房長官にお聞きしに参りました。でその前 の、 加藤浩一元 官房長官にも一体どういう経過だったのかお聞きになった方がいいと思います。かなりのことをやられたようですね。やっぱり国家の威信がある意味かかってますから。でですね、元軍人、元朝鮮、総監府関係者、元慰安所経営者、慰安所付近の居住者とか、かなり広範にわたって、調査をされておりました。その結果ですね、記述は見当たらなかったが、総合的に考えて、河野官房長官談話のようになったという。で私に対する、閣議決定の中身もこういうことなんですよ、官房長官。ね。で、この記述がなかったというところを安倍総理が、特段強調して何回も発言されてるんですが、歴代の内閣の答弁と変わらないんですね。という認識で私はいいと思っておりますが、いかがですか。まずですね、橋本、市長は、野党の共同代表であります。そこの発言について私から発言することはこれ控えさせていただきたいと思います。ただ政府の立場はこれ明確にこれなっておりまして、今委員からもありましたけれども、その委員の質問収集に対してですね、今言ったことを私たちは閣議決定極めて重いですよね。そういう形で、返答してるわけですよね。それと同時にその中に政府の基本的立場官房長官談話を継承する、そういうことも書いてますよね。これ閣議決定の中に。ですから閣議決定が安倍内閣としては第一次安倍内閣の時に行った閣議決定がこの河野談話についてはですね、全てであるということを私は先ほど来申し上げているところであります。委員長、杉本清美子。で私はね、これなぜこういうことを官房長官この前も申し上げたかと言いますと、やはり国際的に日本が孤立することも避けなきゃいけないし、橋本市長の発言をめぐって昨日国連総長が発言されるとか、それから国連の拷問禁止委員会で勧告が出るとか、ここ数日だけでもこういうことが起こっているわけですよ。ですから最後に申し上げたいんですけども、安倍政権で初めてあたかもですね、何か新しい閣議決定をしたというようなことの、そしてそれが強制性を示す証拠はなかったという部分だけをですよ、全体を見ずに取り出してですね、ご発言をされることはですね、私は今後控えられた方がいいのではないかと思います。最後に答弁を求めて終わります。菅内閣官房長官。ここは非常に見解の相違になるんだろうと思いますけれども、強制性の定義について質問されたのこれ、質問答弁書というのは、実はこれ、答弁書というのはこれ初めてでありますから、そこの部分について、そしてその部分についてはまた第一次安倍内閣の閣議決定の中でですね、そこの全体の文書の中でですね、官房長官談を検証するということも含まれているわけですから、やはり私は第一次安倍内閣で決めたことがすべてであって、第二次安倍内閣も全くそこについては変わってないということであります。はい、辻元清美君。行政監視の立場からこれからも点検していきたいと思います。ありがとうございました。はい、はい、ご苦労さんでした。